さんこんにちは、目分量クッキングです。今回はささみを使った簡単絶品料理、ささみのチーズ焼きを作っていきます。それでは早速作っていきましょう。まず大葉を刻んでいきます。茎を切り落として細かく刻んでいきますね。刻んだらボウルに入れておきましょう。こういうのももったいないんでね。次にチーズをカットしていきます。こういう四角いタイプのプロセスチーズって本当無限に食べれますよね。そのまま食べても美味しいものを料理に使うっていうのはなんかもったいない気がしちゃうんですけど、私だけでしょうか。妻には内緒でもう一個使っちゃいます。チーズ同士がくっついちゃう場合は大葉をまんべんなくまぶすことでいい感じにばらけてくれます。そしたらメインのささみをカットしていきます。細かくサイコロ状に刻んで、こんな感じにしていきます。これなんていうんですかね、みじん切りではないし叩きですかね。まあ見えてるものが全てです。こんな感じにできたら胡椒、こんくらいと片栗粉を少しずつ加えながら混ぜ合わせていきます。片栗粉はつなぎなんですけど、この後焼くときにバラバラにならないようにちょっと多めに入れて固めの種にするのがポイントです。若干心配になるくらい多めに入れましょう。こんな感じですね。なんかなめろうみたいで美味しそうに見えますけど、まあこのまま食べるのは自殺行為ですね。そしたらフライパンに油をひいて種を小分けにして焼いていきます。表面に焼き色がついたら酒をこんくらい入れて中火に落として蓋をして中まで火を通していきます。5分経ったらひっくり返してさらに5分蒸し焼きにします。トータル10分くらいですが、この辺は様子を見ながら調節してください。よく見ると右上で味噌汁作ってますね。生活感丸出しでお送りしております。ささみのチーズ焼き完成です。チーズのトロトロと大葉の風味、ささみの美味しさを引き立てる一品です。普段のおかずやお弁当にぜひ作ってみていかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。